を真似する魔法の絵本について耳にしたことはあるだろうか。あるいは満天の星空に囲まれた広大な砂漠、あるいは人であふれた大都会、そしてあるいは名前のわからない小さな村。楽しいことも悲しいことも世界の全てのものも、その絵本は言葉を紡ぐ波に出ているそうだ。どうやらクリスマスの時期になると魔法の絵本はどこからか姿を現して、旅路で紡いだ物語をプレゼントしているらしい。ほら、噂をしていたらこの中山競馬場にも魔法の絵本がやってきたようだ。新たな素敵な物語の巡り